八島レグザムフィールドオープン記念式典を始めさせていただきます。素晴らしい天候に恵まれました。そしてちょうど新緑の季節、まさに万緑の八島という言葉がぴったりの素晴らしい季節、また良き日の中でこの八島レグザムフィールドのオープニング記念式典が開催できますことを本当に嬉しく思っておるところでございます。この八島の競技場でございますが、愛称を八島レグザムフィールドと決めさせていただいております。高松伊東の県内では唯一の陸上競技、公認の陸上競技場となるわけでございます。収容人数6000人のスタンドを備え、四国大会と陸上競技大会が開催可能な第2種の陸上競技場として整備をいたしたところでございます。また大きな特徴といたしまして、全国初の競技場併設型の室内競技場を整備をいたしております。ここでは棒高跳びの公認競技や、また400メートルトラックと同じ曲走路が設けられております。走り幅跳びや三段跳びの走路等を含めまして、幅広いトレーニングで使用することができるようになっております。さて、この競技場では今年7月に中国四国パラ陸上競技大会が、また平成30年度には第29回日本パラ陸上競技選手権大会の開催が決定をしているとお伺いをしております。高松で国内トップクラスの陸上競技見られることは、町の活力を生み、競技力の向上につながるものと大いに期待をしているところであります。八島レグザムフィールドのオープンです。どうぞ。あ、今大きな声が聞こえてるのが福士選手が来られたみたいです。ちょっとこちら、はい、ようこそお越しくださいました。おはようございます。改めてオープン賞、福士海斗選手です。こんにちは。このフィールド自体も非常に綺麗なフィールド で、まあ、よく競技場としては陸上競技というイメージがあるんですけれど、陸上競技以外のものでも使用ができるということですよね。そうですね。今回リニューアルオープンに際しまして、八島陸上競技場という名前を八島競技場という形に変えさせていただきました。その理由というのがですね、こういったフィールドの中でサッカーやラグビーの方も十分にしていただけるような施設となっておりますので。 ありがとうございます。じゃあちょっと中の方に入ってみたいと思うんですが、天井が高いし、ああすごい、わかりますか、こっちですね。カメラさんも振り返って全体的に映るといいんだけれど、もうちょっと横に寄りながら下がっていきましょうか。これ丸山さん、はい、今こちらの方にある、ものが、これ公式ですね。はい、公式の公認競技が室内の中で取れる競技場となっております。すごいですね。こういう施設があるのはもう本当に全国でも珍しくて、公認の記録が取れるのがもうここだけぐらいの感じですよね。そうですね。こういった公認の競技が取れる棒高跳びの室内競技場を併設しているのは全国で初めてという形で、はい、この棒高跳びのこう力の入れようという形はすごく感じるんですけど、実は香川は棒高跳び結構盛んなんですよね。はい、このリオオリンピックにもですね、香川出身の荻田裕樹選手の方が出場しておりますし、香川県内に関しては
中学校高校ともに棒高跳びが盛んですね。全国でも上位のレベルの方が多数いらっしゃいます。それではただいまから八島レグランフィールドオープン記念の八島登山始めます。用意スタート。ご一緒ありがとうございました。元気なスタートの掛け声で皆さんから出発です。いってらっしゃい。お怪我のないように、ね、気をつけて存分に楽しんでいっていただきたいと思います。本当に今日の八島ウォーキングするには最高のお天気となっております。私の願い、まあ先ほども紹介しましたけど、棒高跳びの競技をこう力が今入っていってますけれど、棒高跳びの棒を超えていくというイメージで、自分の目標を持ってその目標を超えていこうということを、自分の目標が何かそれを飛び越えていこうということで、こちらの方で皆さんね、一般の方とかね、中には市長さんとか、まあ、地域の方とかが書いた自分の目標でそれを飛び越えていきたいということをここに書いてくれているものが展示しています。で、先ほど話もありました、ね、荻田選手、棒高跳びで香川を元気にというメッセージ書いてくれています。あと、ね、土井選手、こちらも香川の選手ですけど、2020年東京オリンピックでメダルを取る、ね、もう本当に取ってもらいたいですね。でお母さんたちがこう手作りで作ってる食べ物とかね、こうやってね、地域の方と一緒になってこう作って食事を提供していってもらってるっていうのが、食事提供してくれてるっていうのが、何と言ってもね、やっぱりね、ここの競技場の魅力かなと思います。昔の競技場どんな感じかなっていうのがパネル展示してます。こんな感じで昔のね施設がこんな感じでしたっていうことで展示してます。で、なんといっても見ていただきたいのはこのパノラマ写真、これ、昭和28年、さっきのね1953年に第8回の国民体育大会、国体ですね、これが開催された時の写真です。もうすごくたくさんの人が詰めかけて、香川、ここに書いてます、香川、カメラさん、香川近づ、香川、高知、鹿児島で、この時香川の代表団という形でね、いた方もね、多分ね、どこかいらっしゃると思うんですけど、こんな形で八島陸上競技場というのは最初国体ができる時に作られた施設なんですね。障害者スポーツのパネル展示というのをこちらでやってます。障害スポーツね、やっぱり今ね、パラリンピックの大会でもね、だいぶ注目されて、どんな競技があるかというのはね、皆さんご存知になってきたかと思うんですけど、やっぱりそのパラ陸上競技大会、中四国が7月2日にあるということで、ここ一番注目ですね、陸上競技で。この施設の中でも陸上競技がね開催されますよ、トラック競技があります、やり投げのね投擲とかのね競技もありますよということで、陸上競技の方が開催されますよ。まさにここに今設置されてということで、なんかちょっとやっぱりちょっとこういう作品があるとワクワクしますよね。そうですね、やっぱりあの八島の山とね、それと若い人が喜んで体育、はいですね、との合わせがいいですね。いいですよね、はい、八島が見えて、その奥に見えるのが薬理さんがね、ご健さんが見えてですね、イサム野口庭園美術館はそのご健さんのすぐふもとです、ね、すぐふもとにあるんですね。ご健山の間です。で、このスロープを降りていったらどこに行くかということなんですけれど、歩いていくとですね、さあ、今他の男子の部の方も進んでますけれど、八島が見えますね。八島が見えて、電車の踏切があるのが分かりますか。踏切があって、あの踏切の方でから向こう行くと八島駅があります。八島駅まで歩いてね、もう本当5分、まあ5分ぐらい、5分もかからないぐらいですけれど、踏切があってね、琴電指導線の八島駅というのが近いです。またね、これより左手側の方に行くと片元駅というのがあります。で、競技場の出入り口が2カ所東山にあるので、どちらからアクセスしていただいてもいいかと思いますので、電車等を利用してね、お越しください。